YouTube をご覧の皆さん、青巻紙、赤巻紙、黄巻紙YouTube をご覧の皆さん、こんにちは、タンブラーです。今回は YouTube のチャンネル登録者数っていうのかな、はい、が100人を突破ということで、だいたい僕がね YouTube に投稿をし始めたのが2016年今年のゴールデンウィークちょい前くらいでしたので、だいたい1ヶ月経ってないくらいになるんですけども、本当にありがとうございます。記念にというわけでもないですが、今回は自分の動画と投稿についてご紹介させていただきたいと思います。はい、ゲーム実況のね投稿をやっておりますけども、まずやるゲームのジャンルですが、主に RPG もしくはアクションになります、今のところはね。はい、僕自身ねこの2種類のジャンルのゲームが大好きということで、 RPG かアクションがメインになると思います。はい、次に実況動画のスタイルについてですけども、これはね結構いろんな形でやっております。例えば本当にねこれは面白いなと思ったゲームなんかは、まあ、普通に楽しみながらプレイ実況をやることもありますし、僕なりに少しでも分かりやすく情報をね展開したいなと思うものについては解説実況という形でやる場合もあります。はい、またねゲームのやり込み大好きです。はい、なのでレベルを完走させて最強を作ってやろうというようなやり込み実況、はい、さらにあんまりねどぎついものはやりませんが、こういうルールの中でやってやろうというような縛りプレイの実況、はい、まあ、ごくたまにその他にもね意味不明な実況をねしている時もありますが、大体このあたりのどれかになるかなと思います。はい、あとね一応私ことタンブラーといえばということで、はい、ポケットモンスターという作品のエンテイというポケモン、はい、昔結晶島の帝王というね映画で主役にもなりましたけども、このエンテイというポケモンが大好きで、はい、現在ゲームのね最新作のポケットモンスターオメガルビーアルファサファイア、はい、こちらの方のゲームで500匹オーバーくらい集めております。はい、正確な数はね日々増えているので把握できていませんけどね。はい、ね、すいません、もっと重要な紹介がありましたね。投稿日、投稿ペースについてです。はい、投稿日の方大体決まっておりまして、このようになってます。はい、火曜、木曜、土曜、日曜に各1本ずつ、はい、イメージとしては1日おきに1本という感じです。はい、土日はね多くの方がお休みということで2日連続になっておりますけども、大体1日おきに1本となります。はい、まああくまで、目安ですので、もっと足りっていう時はね増える可能性もありますけどもね。はい、あとねこれも当たり前の話ではありますが、動画のシリーズごとに投稿のペースはだいぶ変わってくると思います。はい、解説の実況だったりやり込みの実況だったりするとね、さすがにコンスタンスにホイホイと動画が撮れませんので、そういったものは投稿ペースが遅めになります。逆に普通にやっていくよというようなねシリーズは投稿ペースが早めになると思います。はい、総合して先ほどの曜日1本ずつという形になりますので、よろしくお願いいたします。はい、また投稿日など動画のね関連情報に変更がありましたら、ツイッターで告知連絡していく予定ですと。動画にね貼り付けてあると思いますが、こちら完全にね自身の動画の投稿に関係する情報の展開用のツイッターとなっております。投稿のね情報について気になるという方はこちらからご確認ください。はい、そして今回ね紹介としては以上なんですが、せっかくなのでそれでは寂しいということで2つほどお知らせをしたいと思います。はい、実際に僕の動画初めて見たよという方、現時点では 99.9% の方がドラゴンクエストモンスターズジョーカー3の動画になると思います。はい、そこで今回ジョーカー3で2点ほどお知らせです。1つ目、現在ジョーカー3で特製お裾分け統一パーティーの対戦実況をやっておりますが、次に使うモンスターのパーティー案を
募集させていただきたいと思います。はい、現在1から8のドラクエラスボスパというコンセプトになってますが、このようにね、対戦での強さ弱さ相性とか一切考慮しなくても構いません。はい、僕がね1枠サイズ4体で1パーティー組んでいる形となりますので、できれば4体分ですね。例えばメタルモンスターの4体とか、ドラクエ1からのチョイスでこの4体とかね、はい、モンスターのパーティー案を募集したいと思います。でいただけたパーティー案からね、お裾分け仕様で育成させていただいて、採用されたパーティーはそのまま動画で使わせてもらおうかなと思ってます。はい、もしなければね、適当に次のパーティー考えますので、はい。というわけで、採用されたパーティーはそのままお裾分けカスタム仕様で動画で使わせていただきますので、どしどし案をいただければと思います。はい。そしてもう一点。ささやかながら、ジョーカー3のコミュニティを作らせていただきました。はい。多分、パスワードとかね、情報は動画にすべて載っていると思います。はい。僕のお裾分けパと対戦してみたいよという方、または一緒にお裾分け道を極めていきたいという方、はい、ぜひね、お裾分け道場の門を叩いていただければと思います。はい。またですね、現在、段位対戦だけをやっておりますが、今作ジョーカー3では、あんまりただ勝ちのみに執着してやっていくと、ね、段位を上げていくということは、今のところ考えておりません。はい。過去のね、モンスターシリーズは、結構、その都度ね、テンプレ場とか作ってガチムチでやっていたんですが、今作ジョーカー3では実況としてもやっておりますので、なるべくね、同時に面白さも伝えていけたらなというふうに思ってます。はい。なので、コミュニティの方がね、機能するようであれば、今後、コミュニティでの対戦もやってね、それも動画として使わせていただきたいなというふうに思っております。はい。その場合はね、いつぐらいに潜るよというような情報も合わせてツイッターで告知していきたいと思います。はい。というわけで、今回はチャンネル登録者数が100人突破記念を兼ねた紹介お知らせ動画となりました。はい。ここまでご視聴ありがとうございました。また次回お会いしましょう。